はい、NPO 法人札幌カラス研究会中村です。ここもですね、町の中にある大きな公園です。で、今巣立ちしたブト君、おねだり怪獣してます。ちょっと暗いので見にくいかしら。ここもですね、人通りはすごく多い公園なんですけども、やっぱり何でしょう、手を出す人があまりいないので、落ちたとかね、そういう話聞かないですし、私も見ていないです。で、今回ですね、威嚇もほとんど見られなくって、途中私巣放棄しちゃったかななんて思ってたんですけど、ちゃんと普通に順調に巣立ちました。で、今ヒナがここには見えてるんです。本当はもう一羽いるんですけども、ちょっといない、今はここにいません。でもかなり立派です。この子たちは6月のね、1ヶ月ぐらい前ですかね、巣立ったんですよね。なんですけども、もうすごく立派です。やっぱり巣立った当初から立派だったんですけど、やっぱりね、さっきいつも思うんですけど、やっぱりストレスなく育って巣立ちができているところ、子育てができたところは、ヒナすごく立派ですし、落ちる心配もないです。で、当然その生まれて持ってくる病だったりとか、ペロシスだったりなんてこともないので、順調に大きくなっていって、1ヶ月経ってもこんな立派です。これ多分知らない人ヒナだなんて思わないので、わかんないですよね。でもやっぱりこのぐらい普通は立派になってます、巣立ちして1ヶ月経つとね。なのでやっぱり人です。人の影響っていうのが非常に大きいです。それでは。